WTO 本部、ウルグアイラウンドによってガットは WTO に、改組された、ウルグアイラウンド対策で建設された、育病施設ウルグアイラウンドは、世界貿易上の障壁をなくし、貿易の自由化や、多角的貿易を促進するために行われた、多国間通商交渉。ウルグアイの保養地であるプンタデルエステで1986年に、開始宣言されたことからこの名がついた。 1944年のブレトンウッズ協定によって成立した g ッ t IMF 体制のもとに行われた通商交渉としてはケネディラウンド、東京ラウンドと並び知られている。この協議ではサービス貿易や知的所有権の扱い方、農産物の自由化などについて交渉が行われた。中でも農業分野交渉が難航し、 将来的にすべての農産物を完全化に移行させること、最低輸入機会を決定するにとどまり、完全な自由化には至らなかった。この協議によって、ガットを改組して、世界貿易機関を設立することが決定され、また貿易に関連する投資措置に関する協定、サービスの貿易に関する一般協定、知的所有権の貿易関連の側面に関する、 協定が成立した。これにより加盟国はパフォーマンス要求の一部を廃止することやサービス貿易の一形態であるサービス産業の現地進出に対して規制緩和することなどの義務を負うことになった。しかし、これらは先進国が想定する投資ルールのごく一部をカバーするにとどまっており、包括的な投資ルールの策定に向けた交渉の開始が期待されている。 サービス分野や知的財産権も交渉対象となった。ウルグアイラウンドの結果に落胆した発展途上国の反発により当初新多角的貿易交渉立ち上げを計画した1999年10月から11月のシアトル閣僚会議では新ラウンドを開始できず頓挫した。日本におけるウルグアイラウンド合意の影響を緩和するため細川内閣は 事業費6兆100億円、国費2兆6700億円の、ウルグアイラウンド農業合意関連国内、対策事業費を予算執行した。しかし、予算の5割強は、農業農村整備事業に用いられ、日本の農業強化にはならなかった。JC 総研の今村奈良新所長は、そのほとんどは、いろいろな建物や施設に使われたが、多くは朽ち果てているか使っていないと述べている。 ありがとうございます。